マイク。きっと大丈夫ですよ。なるようにしかならないという力には無理に逆らったりするな。よかったら君が食べないか。僕を撃ったのは。一体神父のやつは。本物の弾丸が発射されたみたいだ。しかも誰なんだ。おい、そこの二人もだ。早く避難しろ。試し撃ちかも。は？これは誰が見てもこれは罠だ。神父と一緒の敵の名は、あるいはウサギのように追い出すかだ。いえ、神父ならやりかねないが、現在の神父の能力は記憶を操るホワイトスネークに過ぎない。これを持って、うん、絶対に離さないでよ。やばい時は合図する。いい？何が何でも引っ張り上げて。ジョリー！ここは？おい、見ろ。あいつ、ロープを引きずってきているぞ。引っ張り上げてくれ！早く！エルメス！エルメス！何してるんだ！おら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 ！このピンと引っ張られているロープも中へ入れるようにな。ちょっとした百戦錬磨ってやつだ。もう二度とここに入ってこようなどとは思わないはずだからな。おい、ジョリー、聞こえるぞ。改めてこの中に入る方法を考えなくては。聞かせてくれよ、スポーツマックス。キテープのように、あるいはデジタルカメラのように。エルメス、上で何をしているんだ。やろう。お客様、当機は間もなく、シートベルトを腰の低い位置でお締めになってください。入り口を探せ、エルメス。何なんだここは。少年の父親が撃たれて騒ぎになってる。警官とか来るはずだ。こんなとこは上からはチラリとも見えもしなかったぞ。よし、機長に合わせろ。この飛行機をすぐに着陸させるんだ。なんだ。私たちみんな焼けちゃったんです。まさか。思い出してきた。あなたのためにやったこと。すでに近くまで来てるってのはジョリーンのことか。探すのだ。どこだ。どこか建物に入ってるのか。エルメス、もう一度ロープを持って。か、気圧が。まあいい。操縦席の後ろが撃たれているみたいだ。お前への攻撃が失敗する場合のことを予測して。うるせえぞ、まったくよ。俺は負けてるか。13歳、ほんの数日のつもりだったが、ビルの上から誰かが放り投げたのか、パトカーが止まっていきなり逮捕された。このスパイクは野球選手イチローが。俺は真実を答えた。空から降ってきたんです。両親も承諾しちまったのだ。なぜかビルの外に落ちてきたのだ。それにつまずいて転ぶと、医者に手当てをしてもらったのに、ナイフの傷口から2週間後、ポロポロと壁が崩れて女の白骨死体が顔を覗かせたこともあった。それはこのプッチ神父のおかげだから感謝しろというのか。なんだったらお前もあの飛行機に乗せてやろうか。無敵なのはこのベルサスだ。新月に神父の代わりにこの俺が。ウェザーリポートの記憶だ。ジョリー！映画とかで見たことある。早くやり方を教える。だからこの機から誰も脱出はしない。墜落事故した旅客機にエルメスが乗っている。こんな微塵でね。今からすぐ病院へ戻るよ。違う、遠方
するわけがないよ。事実が墜落したって言うなら。6年前のタラス行き2882便の墜落事故には。エンポリオ、早くどの席か調べて。うるせえ、偉そうによ。